Find47 とは、経済産業省が2020年東京オリンピックを視野に日本各地の風景写真素材の公開により、法日外国人旅行需要を高める目的で開始された写真プロジェクトである。日本各地に存在する美しい自然、歴史的建造物、祭事などの情景写真を掲載している。掲載されている写真が、 フリーライセンスとして掲載することで多用途に再利用することができるように考慮されている。また、各メディアファイルは英語による解説や観光予報プラットフォームとも連動した情報掲載も行われ観光需要の取り込みが行われるよう設計されている。また、登録制で投稿するシステムとともに審査を経て表彰制度も実施されている。投稿者が投稿した写真から 一定の水準を満たしていると判断された写真がサイトに掲載される。アップロードされた画像には撮影者もしくは著作権保持者の情報が掲載されており、サイトからソーシャルネットワークサービスのアカウントが掲載されている場合には当該者とのコミュニケーションを取ることが可能となっている。また、定期的にプロ写真家などの審査委員会によって撮影者に 対する表彰が行われている。優秀作の選定、公開制度は、週に1作品のフォトオブザウィークと、四半期に1作品のクォーターアワードが実施されている。校舎に選定されると、オフィシャルカメラマンの認定が付与される。すべての写真を、クリエイティブコモンズライセンスのライセンスとして掲載することによって、ウェブサイトに限らず、雑誌など多様な媒体において、 営利目的なども含めて、どのような目的であっても、再利用することが可能となっている。ありがとうございます。